私もすごく楽しんでやらせていただきました。最初はやはり学生時代からずっと西川さんの曲を聴いていたので、そんな大先輩とご一緒させていただくっていうことですごく緊張があったんですけど、なんかあんこなのなのなんですけど、でもすごく現場の雰囲気作りもとてもよくしていただいて、温かくもうどこからでもかかってこいという形で迎え入れてくださったので、のびのびと私らしく歌うことができました。痛みをぼかして当たりを守る愛を信じ生きろという、まずやっぱりお互いの声の良さをお互いでね知るっていうことから、僕はねやっぱり水さんの音楽やあとライブパフォーマンスだったりとかをやっぱりすごくたくさん見させてもらって、そこから彼女がに僕がだから歌ってもらいたいだったりとか、歌ってくれたらきっといいだろうなみたいなものをまずこう一緒に作ってったりとかする中で、僕の声と水木さんの声とどんな風にこう共存させていけばいいものができるかなということを大切に考えました。痛みをぼかして当たりを守る愛を信じ生きろという、そうですね、本当に今年はインドネシアにも、夏に行かせてもらったんですけれども、やっぱりみんな本当に日本のファッションだったりとかそういうものにもたくさん興味を持ってくれているので、これまでアニメーションだったりとか音楽だったりとかもやっぱり日本から世界を越えていろんな人とつながりましたけど、そういうファッションだったりとかももっともっといろんな風にアジアのみんなとつながれるこう一つのなんかそうだなアイテムになっていければいいなと思うので、できたらそうですね、なんか僕ももっとそうですね、じゃあぜひこうアジアでモデルデビューさせてください私はそんなモデルさんみたいにナイスボディじゃないので全然なのでなかなかですけれども、でもお洋服はすごく好きなので、特に日本のこう日本にしかないようなちょっとなんて言うんでしょうか、ロリータまではいかないですけども、すごくフリッとした可愛らしいお嬢様のようなファッションとか大好きなので、なんかそういうものをもし取り上げていただけるような機会があるなら、ぜひ私もモデルとして、はい、やらせていただきたいです少しちょっと親父っぽいって言われますなんかあんこ？